本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は吉本小川方面岡山行きです。いやー、この車両俺貸し切りやん。めっちゃええやん。いいっすね。これはこれでちょっと楽しくなってくるね。一番この区間が退屈やと思ってたけど、逆に人がいなさすぎて自由にできるから楽しいですね。喋れるし。須田です。はい、せっかくの和歌山線なんで、ちょっと沿線風景をね、ご紹介したいと思うんですけども、まあね、和歌山線っていうのはね、その五条から、和歌山に向かってね、大体紀の川沿いに、まあ、走ってるんですけれども、はい、見ますかね、紀の川はね、今僕のね、この窓の外を流れてるんですけど、はい、多分バカには見えない川なんですね、これね。はい、ちゃんと心の目で見てくださいね。はい、ちゃんと、この奥には紀の川が流れてるんだっていうね、そういうね、意識を持ってね、この動画を見ていただきたい。ほら、綺麗な清流流れてますよ。大きい川ですよ、紀の川。よく見えます。終点和歌山まで各駅に止まります。次は金山田です。前の車両、一番前の中間改札はもう通っていいですよって言われたんで通りました。そのままね。で、やっと和歌山阪和線です。次31分発ね。あ、久々のクロスシート。
いやー、でも最後後半結構半和線とかきつかったな。いやでもね、そこまで思ってたほどやったな。関西最長回り乗車、はい、多分もうねやりたくないから。
いやでもね、その一緒にもうずっと朝から一緒におったというか、まあ別で おったけど、まあほぼ同じような工程でおった3人組が、いてくれたおかげですごい心強かったな。まあなんかのご縁でね、また会えたらいいかなって思ってます。ちょっとね、最後あのサンライズがね通過するんで、ちょっとそれだけ見届けて、それで終わりにしようかなと思います。